図では証明をしていきます。括弧の1番、AE イコール DE、BE イコール CE ならば、三角形 AEB 合同三角形 DEC であることを証明しなさい。はい。ならばの前に書いてあることは仮定になります。そしてならばの後ろに書いてあることは結論になります。はい。で、証明をする前に、まず3種類のマークをつけましょう。はい。等しい辺、あるいは等しい角度を見つけて印をつけていきます。はい。その時に仮定に書いてあることは印をつけて OK です。なので、AE イコール DE。そして、BE イコール CE。はい。で、3種類のマークが必要なので、あと1種類は自分で考えなければいけないです。はい。この場合は、対頂角を使いましょう。はい。そうすることで、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいと言えるはずです。はい。そして対頂角は常に等しいので、どこにも書いてないんだけれども、等しいと決めつけて OK です。はい。では、証明を始めます。まず、三角形 AEB と、三角形 DEC において、はい。まず最初にどの三角形とどの三角形を比べるのかっていうのをはっきりさせておきます。はい。で、その後は、3種類のマークをつけたはずなので、それをそのまんま、書いていきます。AE イコール DE。BE イコール CE。そして各 AEB イコール各 DEC。はい。そして、等しい理由もそばに書いていきましょう。なぜ等しいかというと、AE イコール DE は仮定に書いてあるから。BE イコール CE も仮定に書いてあるから。で、各 AEB と各 DEC は対頂角だから。はい。なので、逆を言えば、理由がなければ、ここに等しいと書くわけにはいかないんです。必ず等しいための理由をそばに書きましょう。はい。そうすると、あとは合同条件です。二組の辺と、その間の角がそれぞれ等しいので。はい。よって、三角形 AEB 合同三角形 DEC と言えます。括弧の2番です。AB 平行 DE、AC イコール EC のとき、三角形 ABC 合同三角形 EDC であることを証明しなさい。はい。この文章には、ならばという言葉がないんだけれども、もし入れるとしたら、どこに入るのかなっていうのを考えます。はい。この場合、のときの代わりに、ならばという文字を置き換えても、問題ないはずです。はい。なので、そのならばの前の AB 平行 DE、AC イコール EC が仮定。で、そのならばの後ろの三角形 ABC 合同三角形 EDC。これが結論になります。はい。では、証明の前に3種類の印をつけていきます。まずは AC イコール EC。はい。で、AB と DE が平行って書いてあるんだけれども、平行の、印をつけても構わないんだけれども、それは3種類の印の中には入れないでください。はい。なので、まだ1種類しかない状態です。はい。あと2種類、どこにするかなんだけれども、まずは対頂角に印をつけましょう。はい。そして、仮定の中に
AB と DE が平行だっていうふうに書いてあるので、その場合、同位角や錯角を使っても OK です。はい。AB と DE が平行なので、角 A と角 E は錯角で等しい。はい。こうすることで、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいという合同条件に当てはまるはずです。はい。例えばなんだけれども、こちら。まず、AC と EC は、まあ、仮定に書いてあるから等しい。そして、対頂角は等しい。で、AB と DE が平行なので、当然、角 B と角 D も錯角の関係で等しいです。はい。ただ、等しいんだけれども、この形だと、合同条件に当てはまらないです。はい。なので、角 B と角 D は等しいんだけれども、今回使ってはいけない。はい。同じように、AC と EC は仮定に書いてあるから等しい。そして AB と DE が平行だから、角 A と角 E は錯角で等しく、角 B と角 D も錯角で等しい。はい。っていうふうに印をつけてもいいんだけれども、ただそうすると、やっぱり合同条件には当てはまらないです。はい。なので、等しいんだけれども、この3種類の印ではダメだってことになります。証明していきます。まず、三角形 ABC と、三角形 EDC において、はい。三種類の印をつけたはずなので、それをそのまま書いていきます。まず、AC イコール EC。はい。理由としては、仮定に書いてあるから。はい。で、次に、角 ACB と角 ECD。はい。これは、対頂角。だから、等しい。はい。そして三つ目。角の BAC と角の DEC。はい。で、この時に注意なんだけれども、ただ錯角って書くのはまずいです。はい。錯角だから等しいというわけではなくて、平行で、しかも錯角の関係にあるから等しいんです。はい。なので、この場合、平行線の錯角っていうふうに、平行であることも書いておきましょう。はい。すると、一組の辺と、その、両端の角が、それぞれ等しいので、はい。よって、三角形 ABC、合同三角形 EDC、ということが言えます。